栄冠ナインクロスロード。街の人々調査結果発表。ドンパフということで、卒業生の進路を100年分調べてきたんだぜ。ハーフアニバーサリーで調整が入るかもしれないから、現行バージョンのまとめになるわね。調査方法としては進路相談なしでデータを集計しているぜ。監督による介入はないのね。プロ入りが増えるとデータ量が減る問題はあるぜ。今回の調査内容がこちら。ドラフト指名された選手は必ずプロ入りするから除外するのね。一般性より重要なマネージャーについても調査してあるんだぜ。アイドルと看護師は育成の強い味方よね。ババン、これが100年分の成果だぜ。画像にしちゃうとこんなもんなのね。こんなもんだぜ。見方も難しくないわよね。上段が100年で何人なったかで、下段がその確率だぜ。ちなみに一般性全体の就職率は 80% となっているぜ。ならず者が就職先かどうかは議論の余地があるわね。パワプロ時空で細かいことは言いっこなしなんだぜ。街の人々に出てこないのがその他ってことね。確率は上がったとはいえ、マネージャーは3分の2で街に出ないぜ。一般性の就職先に微妙に差があるわね。育成に特に有用なならず者と本屋が少し低く見えるわ。なんとかや関連では八百屋だけ少し低いんだぜ。その他になったりなんとかやが増えるぐらいなら、進路相談はするべきね。ならず者は指定できないが、占い師や本屋にはできるからな。街の人々についてあとは何かあるかしら？基本的な仕様をおさらいしてみようか。お願いするわ。街の人々の上限は50人で、増えた分だけ古い順に消える。1年ごととかではないのね。年単位ではなく、あくまでも人数だぜ。一番下の年は6人いたとして、新しく4人街の人になった場合、一番下から4人だけ消えるぜ。油断するとプロ野球選手ばっかりになるんだけど、何か対策法はあるかしら？現状ドラフト指名は最大4名まで。なので、特待生の評価を上げて一般生のドラフト指名を阻止するんだぜ。アイテム使ったりスカウトマスに止まったり、監督による積極的な介入がないと、一般生3人ドラフト指名とか、街の人20人がプロ選手とか、ちょっと困る事態に陥るんだぜ。この画像では14人だけど、数年前はプロ選手19人いたわよね。ショックとリゾットが0人の理由でもあるな。看護師も0人で草。確率が上がって 20% でも10年連続引けないこともある。とりあえず街の人々についてはこんなものかしら？そうだな。100年分のまとめだったぜ。それじゃあ監督に締めてもらうわね。それでは、チャンネル登録と高評価、よろしければ、お願いします。またねー。